ファンジャーナリストの高橋清隆と申します。大変素朴な質問なんですが、新型コロナウイルスっていうのは分離されたされているとの認識でしょうか。もし分離されていないんだとすれば、新型コロナウイルスは危険でないという言い方もできないということになりましょうか。それから池田先生にもう一問、先ほど WHO に厚労省から出向があるっておっしゃってましたね。厚労省から WHO に出向人事がある。出向が言ってますよ。はい。で、例えば6月18日に、事務連絡として全国にコロナ用PCR 陽性者が死んだ場合は死因に関係なくコロナによる死亡とせよとか事務連絡出してますよね。ああいうのってそういうルートからやっぱ来るんでしょうか。それも全く私分かりません。コロナウイルスが分離されていないというのではなくて、分離はアイソレートというんですけども、これは人の患者さんが飛び出して培養細胞で増殖させるというかね、そこまでの話なんですよ。でそこにはですね、いろんなウイルスが混じっていると。で、今回問題になっているシンクロだけを取り出して、これを培養するというのをクローニング、単離というんですけども、ここはうまくいっていないんだろうと私は思っているんです。というのはですね、このシンクロウイルス非常に増殖速度が遅いと。でそこに増殖速度の速いウイルスが混じった状態で分離するというのは技術的にはできなくはないんですけども、非常に大変です。少しでも増殖速度が速いウイルスと混ぜてしまうと、そっちに混じってしまうんですよ。で、培養を続けると、もう進行が消えてしまうんです。で、皆さん苦労していると思うんですね。で、管理ができないくらいゆっくりの速度のものだったら危なくないということです。いわゆるですね、私たちの常在ウイルス、というありふれたウイルスは意外と培養が難しい、管理が難しい。病原性ウイルスだったら増殖速度は速いので、それからいろんな細胞に感染しやすいので、ほっとってもですね、一つのクローンになってしまうというね、他のものを押しのけて増殖しちゃう。これ管理はすごく簡単なんです。ですからちゃんと循環できないということは危なくないということの防症になる。これ直接そうだとは言い切れませんけど、私たちがありふれて持っている常在ウイルスはおそらくや非常に取り出して培養してきれいな形にするのは難しいと思います。じゃあ新型コロナウイルスは存在するということでよろしいですか。何をもって新型コロナウイルスというかなんですよ。中国論文に出てきた遺伝子データそのものを新型コロナと言って、言うとしますよね。それ の類似した変異体、これは変異体というんであれば、元の中国論文のやつはいるかどうか分かりません。それと類似したやつはいるでしょう。どれくらい類似してれば新型コロナと言いますか。 90% ですか、 95% ですか、数値決めないときますよね。でないとどこまでだっても新型と言ってしまったらですね、もちろん分からないんです。ここが非常に線引きが難しくって、誰も決めてないと思いますね。なんとなくでやってる。なんとなく PCR で出るとかね。このレベルなんですよ。どこまでを新型コロナと言いますか、何がオリジナルですか、オリジナルの病原性がどこまでありますか、変異体になると病原性変わりますよ。ならばそれぞれの変異体について病原性調べないといけないんだけども、誰一人として新型コロナの関連した変異体を含めて病原性がこんなにありますよってデータを示した人はいない。ウイルスの数で示した人がいない。私はそう認識してるんです。誰か一人でもそういうのがあればぜひ教えてほしいなと思います。はい。それと先ほどの質問の中で、ちょっと非常に興味深いかなというふうには思うんですけれども、埼玉、そして鹿児島の方でも同じような報道があったのかな。直接その死因が新型コロナじゃなくても、例えば老衰とか
ことですね。それに関してはご存知かと思うんですけども、日本だけじゃないですよね。そういうものが実際出てるのは。それに関しては何らかの形で、中央政府っていうんじゃないんですけどもね、なんかこう統括して、もしかするとそういうのが出ているような、日本だけでちょっとそういうふうなことをなんか積極的にやるっていうようなものをちょっと一歩踏み込めるような、そんな状況じゃないとしたら、もしかするとそういうことが私たちに知らない状況で、なんか特区の方に通知があるやもしれませんけれども、それ自体は厚労省の官僚に聞かなきゃいけないんで、答えるようだったら聞いといてみます。はい、